クラスティは、強盗犯は、ザ・シンプソンズのエピソード。オリジナル版は1990年4月29日に放送された。監督は、ブラッドバードが務め、脚本は、J ・高イ・コーゲンとウォーレス・ウォロダースキーが務めた。この回で、ケント・ブロックマンが初めて登場し、後に何度も登場する、サイドショー、ボブ役として、ケルシー・グラマーがゲスト出演を果たした。 サイドショー、ボブ役のケルシーグラマーバートたちが、いつものように、クラスティの番組を楽しんだ夜、ホーマーはコンビニで雑誌を立ち読みする、道化し姿の男性の足を踏んでしまった。すると、その男は、店主、アプを襲い現金を奪って逃走していった。ホーマーの目撃証言により、クラスティが逮捕された。彼は、法廷で無実を訴えるが、ギャンブルをしていたことや、 小学校の読書推進キャラクターに選ばれたにも、かかわらず文網であることなど、スキャンダラスな事実が次々明るみに出て、裁判で不利になり、有罪が言い渡され収監されることになった。教会がグッズを焼却するなど、クラスティへのバッシングが続く中、バートたちは、クラスティの無実を信じた。その一方で、これまで散々な目に遭わされた、サイドショーボブは、クラスティの後釜に収まり、 子供たちに鉄仮面を朗読し、コールポーターの歌、いつもさよならをお弾き語りで歌った。サイドショーボブへ事情を尋ねに行った、バートたちだが、はぐらかされ観覧チケットをもらっただけだった。そして、収録当日、バートはサイドショーボブを目の前に、バートは犯人が別にいるという考えを話した。バートの推理を交わすボブだったが、 ボブが足の大きい人もいると言ったとき、バートはクラスティの足が小さかったことを思い出し、足の大きいボブが真犯人であると言い当て、彼の足に土を振り下ろした。再度、ショー・ボブは逮捕され、報道陣を通じて、バートらへの恨み事を放った。かくして、クラスティは釈放され、バートはクラスティグッズに囲まれて、幸せを噛みしめるのであった。 この回の監督を務めたブラッドバードは、クラスティの顔のクローズアップから物語を始めたいと考えていた。制作陣もこれに賛成し、さらにバードの提案で、物語の最初だけではなく CM 明けも、登場人物の顔のクローズアップから始めることになった。物語は、クラスティの顔がクローズアップされるところから始まり、第二幕はクローズアップしてくる。 クラスティの顔に鉄格子がかかるという演出の後、彼の経歴に関するテレビのニュースが流れる形で物語が進む。第3幕では、サイドショー、ボブの顔が映った大きなポスターが映る場面から始まる。クラスティのモデルは、この番組の原作者マットグルーニングが幼少時テレビで見ていた地元出身のピエロ・ラスティネールズである。 ジェイ・コーゲン・トーレス・ウォロダースキーが執筆した脚本は78ページにも、及び、制作陣は削らざるを得なかった。例えば、パティとセルマがマージたちに、バカンスの写真を、スライドショーで見せる場面では、パティたちがヘロインをアメリカに持ち込んだ角で交流された、時の写真を写す場面がカットされた。サイドショーボブが重要人物として描かれたのは、この回が初めてだが、 これより前に放送された忘れられた英雄ではモブとして登場している。忘れられた英雄のボブのデザインはクラスティは強盗犯の時よりシンプルで髪型もマッシュルームのようなものになっていた。クラスティは強盗犯でデザインが変更されるにあたり制作陣は忘れられた英雄で再度ショーボブが登場する場面に手を加えようとしたが 時間の都合で断念した。スクリプトの段階では、サイドショー、ボブ役は、ジェームズ・アル・ジョーンズと決まっていたが、プロデューサーの意向で当時、チェアーズにレギュラー出演していた、ケルシー・グラマーに変更された。また、この回で、ケント・ブロックマンとスコット・クリスチャンが、初めて登場した。アメリカ合衆国での放映当時、この回の視聴率は、ニールセンレーティングで六点四を記録し、 1990年5月23日から29日までの視聴率ランキングの第13位にランクインしたほか、その週のォックス放送の番組の中で最も高い視聴率を叩き出した。この回は批評家からの評判も高く、原作者であるグローニングもシリーズ全体の中でも9番目に好きな作品だとし、特にテレビに登場する道化師が気に入っていることを話した。 I can't believe it's a bigger and better updated アンオフィシャルシンプソンズガイドの著者であるウォーレン・マーティンとエイドリアン・ウッドはかれてはいるが哀愁漂うドレッドヘアのイギリス人の悪役の誕生は展開が早くすごく面白いこの番組において常に視聴者の予想を裏切る形で大成功を収めているとこの回を表したデビッド・ビー・グリークは 1> 第1シーズンの DVD のレビューで、この回の評価を5点満点中3点とした。DVD ムービーガイドのコリン・ジャコブソンは、この回全体を通じて、我々は、この番組が皆に愛される名作となる、素晴らしい要素を見つけた。この回の悪い点を見つける方が難しいくらいだ。と褒めたたえ、サイドショーボブが登場する回はどれも面白いが、 この回はそのきっかけとなったと言えると付け加えた。なお、この時のセリフは、弱虫、クルッパーに登場する悪役の捨てゼリフのパロディである。ありがとうございます。